この度内閣府特命担当大臣を再び拝命しました蓮舫でございます。引き続き行政刷新担当、そして食品安全消費者を担当することになりました。行政の無駄を刷新して、消費者の安全をしっかりと守って、国民に信頼される政府を作るために全力で取り組んでいきたいと考えています。私から報告させていただくのはまず2点。1つには、今月にも行われる開かれる予定の行政刷新会議にて、3月の上旬を目途に規制仕分けを行っていくことをお諮りをさせていただきたいと思っております。なお、規制制度改革につきましては分科会を設けて、今まさに第2クールで議論をさせていただいて、3月末を目途にしっかりと結論を出していきたい。その中において、国民の皆様方にも情報公開をして、どうしてこの規制が実現を存在をしているのか、この規制を制度を改革することによって、国民生活にどのような変化、改革、いい意味でも悪い意味でも、どういう形で自分たちの生活に影響が出るのかをしっかりと分かっていただくためにも、規制制度仕分けを行っていきたいと考えています。もう一つは、同じく私の下で今、公共サービス、その中でも政府調達について分科会を設けてご議論をいただいておりまして、こちらも3月末までに報告をまとめていただこうと考えておりますけれども、その中で今議論をいただいている競り下げ方式による入札、これは極めてその税金の使われ方、あるいはもっとより良い方法があるのではないかという視点を含めて、来年度の政府調達に反映できるように、できれば1月の末にでも、早ければ来年度の調達について、多くの民間企業の皆様方に競り下げに参加をしていただくために工事を行っていきたいと考えております。今まで以上に行政刷新を力強く担当し、もう一つ今回新たに担当することになりました消費者食品安全についても、しっかりと取り組んでいきたいと考えているところです。私からは以上です。ご質問どうぞ。どうぞ。北海道新聞です。はい、最初お話しいただきました規制仕分けに関してなんですが、この方式については、今事業仕分けの手法を生かしたいというお話を以前されたと思うんですけども、そういう形で進めていこうというふうにお考えでしょうか。はい、全く同じ事業仕分けの方式を導入するのは難しいと思っております。規制が設定された時代背景、あるいはその時の意味合い、それから時代が変わることによって、その規制が今の時代に合うか合わないか、いろいろなその年代的な部分も含めた議論をしなければいけないとは思っておりますが、ただ外部性、公開性ということを考えたときに、国民の皆様方に見える形でその議論をしていくことに意味があると思って、その部分で規制仕分けという手法を取りたいと考えています。朝日新聞の長谷です。今回その公務員制度改革のですね、所掌が蓮舫大臣から外れてですね、その中野寛成さんというその労働組合にですね、関係が非常に深い方に移ったと、そのことでそのこれまでその蓮舫大臣が進めてきた公務員制度改革の方向がですね、その後退するご懸念をお持ちではないかどうかというのをまず言っていると。もう一点、世間で恐縮なんですけど、東京都知事選を4月に控えてですね、今回その続投という選択を取られたと。このことはその蓮舫大臣のですね、知事選に出馬する可能性はゼロになったという認識を持ってよいかどうか、この2点について。はい、公務員制度改革については今回私の元から離れましたが、交代するとは全く思っていません。それは中野大臣に、しっかりと引き継ぎもさせていただこうと思っておりますし、あるいは去年の、いわゆる労働基本権についての懇談会も私の下で設けて、今まさに今日までパブリックコメントも受け付けておりますので、今後のスケジュール感においては、いささかも動くものではないと思っておりますし、どこよりの、公務員制度改革ということは全く考えていないし、国民のための行政サービスを向上させる、国家公務員が誇りを持って働いて国民のために働ける制度を作っていくという分野においては、全く中野大臣も同じ意識を持っていると確信をしています。2点目の質問においては、まさに今日大臣から事例をいただきまして、総理大臣から事例をいただきまして、行政刷新を引き続き担当することになりましたので、国家のために国政に邁進をしていく思いでございます。他ございますか。はい、それでは以上をもちまして蓮舫大臣の記者会見を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。